安寛天皇は第27代天皇、6世紀前半に在位した人物。生没年は不詳だが、在位期間は534年から536年とされている。京大天皇の長子で、母は終わりの村締めの小姫とされる。即位前は曲がりの大江と呼ばれ、即位後には広くに押したけかな日のすめらみことと称されました。即位には諸説があり、伊母亭の金明天皇との対立があったとする説もある。姿生中には全国各地に30以上のみやけが設置され、時代の動乱を示す重要な辞籍とされている。 皇居は曲りのかな橋の宮にあり奈良県橿原市曲川町に位置両母は古地の高屋の丘の三浅ぎとされ大阪府羽曳野市である皇后として春日野山田の姫美子を迎えたが子がいなかった在位期間や内乱の真相には研究の余地があり彼の知性は日本史において重要な時期でありその辞席や経歴は現在も学者たちの関心を集めている